玉川習字教室の玉川雄吾です。今回はですね、日本習字漢字部8月号よりですね、臨書検定課題、こちらをですね書きながら説明をしていきます。8月からですね、孫家庭のですね書譜を学んでいきます。書譜はですね、草書の課題となりますね。で、主な特徴なんですが、前編を通してですね、書風が変化しているというところ、そして抑揚に富んだですね、力強い線で書かれているというところ、この二つがですね、主な特徴になりますね。草書であるためですね、同一文字でも同じ字形をしているとは限らないといった特徴がまたありますね。で、課題を書くにあたってはですね、はじめは字形をですね、しっかりと捉えて、次第にですね、リズムをつけていくようなですね、学び方をすると良いかと思います。またですね、一字ごとですね、墨継ぎをしないでですね、最終的にはですね、二文字を一筆で書くつもりでですね、墨量や筆圧、書く速さなどをですね、総合的に考慮してですね、臨書していくといいかと思います。はい。このね、いつ、この文字でですね、線の太い細いを捉えてですね、運筆していきます。最初のね、この、ね、一画目は太めに書かれていますね。で、この折り返しはですね、力を緩めずに折り返していきます。針葉ですね、一画に省略されていますね。前の画を受けて、そして小さく添えるようにですね、書くといったこの文字ですね。書はですね、外形、形状をですね、逆三角形のようにまとめていきます。金脈を通してですね、直線的に運筆をしていきたい。そんなですね、文字ですので、最終画はですね、文字が傾かないようにですね、縦気味に運筆していきます。今回のですね、この書譜については、こちらのお手本のですね、20ページにもですね、古典の鑑賞ということで書かれていますので、そのね、ところもですね、読んでみてください。それではですね、早速書きながら説明をしていきます。はい、最初は太めですね。ぐっ。力緩めずに、ぐっと。で、そして、この辺は、まだ太めなんですが、次、ちょっと細めに運筆をしています。はい、いつ、そして、小。脈を通して、で、次の角にこう行って、そこから縦気味に払っていくという書き方になります。はい、このようにしてですね、書いていきますね。二文字ですけれども、よくね、特徴を捉えてですね、書くようにしてみてください。はい。線の太い細いを捉えて、運筆をしてください。で、章は逆三角形の形状を意識してください。はい。今日は以上です。